ああ、うん。宴会の雰囲気が良かったから、つい歌に力が入って、喉が枯れちまった。付き合わせて悪かったな。お疲れさん。なんてことないぜ。北斗さんと海に出られて、いろんなことを知れたし、みんなと一緒に祭りを祝うこともできた。本当に最高の気分で、最高の怪盗祭だ。そうだ、北斗さん、船員たちを家族のとこに帰らせたみたいだけど、一人で退屈しないのか？それはないさ。昨日も対局に誘われたんだ。気が向いたら好きな時に上に行けばいい。上、ああ、軍玉閣か。まあこの話は置いといて、休憩が終わったらもう少し食いに行こうぜ。年に一度の怪盗祭なんだ。みんな楽しまないとな。リーユエコーの夜は奥蔵さんの真昼よりも明るい。はじめはこのような景色にかなり違和感があった。だが人々はこれこそが怪盗祭だという。皆明るい場所が好きであるがゆえに、怪盗祭の話になるといつも笑顔になるのだろう。真似してみよう。これはどうだ？主はずっとここにいるのか？そうか。こうして主と会えて、とても嬉しい。怪盗祭がこのまま、永遠に続いてほしいものだ。おやおや、怪盗祭楽しんでる？こんないい日に私のところに来るなんて。うんうん、仕事の依頼をしに来たわけじゃなさそうだね。どうしたの？何か私に手伝ってほしいことでもあるの？お、単純に私に会いたくなっちゃったの？急にそんな優しくされたら、怖い話で驚かせにくくなっちゃったじゃない。実は怪盗祭中でもね、結構忙しいの。シャンリンからレシピをいくつか聞いて、今試してるところ。は？あれ？何その表情。逃げようとしてるの？行かないで！絶対まずくないから！このお客さんは明日の夜に宴の席を2つ予約してて、あのお客さんは宅配の注文を。わ、来てくれたんだ。怪盗祭楽しんでる？大丈夫大丈夫、祭りは忙しいものだから。万民堂の味が恋しくなったらいつでも私に言ってね。どんなに忙しくてもあなたと一緒に過ごす時間は空けておくから。順調に行くことを願っている旅人。おお、ちょうどいい時に来たな。今場所を開けよう。ほれ、まあ、お父様から手紙をもらってな。お母様との旅行は順調だから、
マーヤと私に怪盗祭を楽しんでくれとのことだ。まったく、去年もそう書いてあった。文面も変わらずだな。でもまあ、私もお父様の洒落た風格を受け継いでいるのかもしれない。ほら、こうして自分自身に何日か休暇を与え、景色を楽しんでいるだろう。ああ、そうだ。お前を見て思い出したが、手紙を返す時にはお前のことも書いておこう。趣のある友人に出会えたことは、家族にも伝えなければな。お前か。どうやら今年の怪盗祭も相変わらずのようだ。妖魔は退散し、世は安泰。同弱が知れば念願も果たされたことになろう。まさか我を花火に誘おうと来たわけではないだろうな。我はここで十分だ。花火は天高く打ち上がり、どこにいようとも見ることができる。それに我を訪ねたい者もここに来る。ここと城内に本質的な違いなどない。全てが順調に行くよう願っています。私のようにいつも何かしらの心配事を抱えることがありませんよ。あ、何でもありません。あ、見ての通り怪盗祭は非常に賑わうため処理すべきことも多く、玉境内に戻ってジムを手伝おうと思っていたのですが、行幸様から何日か休むよう勧められてしまいました。仕事は急ぐ必要がない、仮説は友人と過ごすべきだと。しかし龍雲神君と一緒にいては、今年の仕事はどうだの、意中の人はいるのかなどとあれこれ聞かれることでしょう。え、どうしてあなたまで。でも言葉にしたら少し楽になった気がします。その、甘い。白先生、屋根の上に行って花火が見たい。あそこは高いから地面にいる山柄を驚かせなくて済む。安心してください。山柄は足音を聞いただけでも飛んでいくので、元より驚かしてしまうことはありませんよ。ただ私たちもここにあまり長居はできません。次の患者の元へ行かないと。うん、病人重要。ナナ、大丈夫。怪盗祭が終わった後にまたナナを連れて町を回りましょう。それでいいですか。じゃあノートに書いておく。ええ、わかりました。筆をどうぞ。警察層であなたにお会いできるなんて思いもしませんでした。
気にかけていただきありがとうございます。近頃はジャクシン先輩のお誘いで警察層で講演していました。お年寄りやお子さんに聞かせていますが、皆さんとても楽しんでくださって、私もとても誇らしかったです。ジャクシンおばあ様は若い頃役者だったのです。今でもとても輝いています。舞台に立っている時、私ども役者は常に気を張っていないといけません。ですが今は舞台から離れ、少し肩の力を抜くことができる時間です。ちょうどいい茶葉を持っているのです。お行きになる前にご一緒にお茶をいかがですか。ここから小灯を見るのもまた趣がありますね。もしよろしければゆっくりお話をいたしましょう。なんだかずっと忙しくしていたせいか、何か忘れている気が。趙雲、警察層の緑や水に美しいという言葉はふさわしいと思うかい。僕は、あ、思い出した、ヨーマだ。行く秋、早く古書を出してくれ。よく読んでみよう。務めを忘れてはいけない。まあまあ、そう焦らないでくれ。お茶を一口ずつ味わうのと同じように、物事も一つずつこなすべきだ。焦ると前しか見えなくなる。敵に背中を向けてしまっては、たとえ君と僕のように力を持つ者でも、退けるのに苦労するだろう。あ、確かに理にかなってるな。わかった。ここはお前を信じよう。よし。で、さっきはどこまで話したっけ？ん？思い出せない。君も思い出すのを手伝ってくれ。実は、僕も忘れてしまった。今年の花火は綺麗だったかしら。私たちの祭りに期待していた人たちが心から楽しんでくれていることを願ってるわ。本当？私に気を使ってそう言ってるわけじゃないわよね。意見があるのなら素直に言ってよね。とにかく祭りの期間中はもし時間があったら歩き回ってみて。なかなか見られない光景だから見逃さないでね。私も空き時間がもっとあったらいいのに。君を連れて街を回って、今回の怪盗祭のために頑張って用意した装飾を見せてあげたいわ。また怪盗祭の時期が訪れたわね、旅人。リユエコーが恋しくなることはあるかしら。そうなの。そう言ってくれて嬉しいわ。長い年月が経った今、怪盗祭も昔とはかなり違ったものになったわ。今年の設営準備にはとても手間がかかっているの。皆がどう思おうと、私はこの景色にとても満足している。この景色があなたの旅を照らすことを祈っているわ。疲れた時には、リユエに戻ってきなさい。